田中ひろや先生っていう慶応 の、 あの湘南スターキャンパスのファブラボ、デジタルファブリケーションやってらっしゃる先生のところにいまして、デジタルなものづくりっていうのがテーマだったの で、 でそれをやってた時にすごい編み物って実はすごく本質的にデジタルだなっていうふうに思いまして、でただで編み物ってその面で構成されたものしか作れないの で、 でこれでこう中身が詰まったソリッドなものを編み物で作れれば、この編み物がデジ編み物のデジタルなところを衣類だけじゃなくてなんか椅子とか机とか部品みたいなものに、でただこのインの時にこのソリッド編みっていうものの編み方そのものを考案して、やっぱりそのデジよく聞かれて、その編み物にもともと興味あったんですか、男子もたまにいますからね今ね、聞かれるんですけど、編み物には最初は別に興味なくて、今はあるんですけど、やっぱりデジタルなものづくりっていうテーマでいろいろ見てた時に、編み物めっちゃデジタルじゃんってなって、そこから入ってったっていう感じです。なるほど。まあもちろんその研究室の中で他にちょっと違う文脈で編み物の研究してた人もいたんで、そういうの横で多分見てて多分思ったんだったかなと思うんですけど、でそこでも始めたんですか。そこで始めました。でその趣旨の時の研究として、この編み方をまとめる、こうやってやれば 3D データからその通りの編み物が作れるよっていう、その手動の編み方そのもののところまでをインの時にまとめたんで、それをまあソフトウェアで一旦そのこうやって編んだらいいんだって編み図に変換して、でその編み図を見ながら編んでいくとその形になるよっていうところまでをやったんですけど、その最後のこの編んでいったらの編むっていうのは手で編んでたんですよね。なるほど。やっぱりそこに、はい、自動化したいなっていうのがずっとありまして、ただその時は全然そんなあのアイデアも技術自分のスキル的にも全然できなくて、それザ材料っていうんですかね、編むって紐は何でもいいわけじゃないですか、はい、その時は何だったんですか。その時はやっぱ手でやってるんで、手でやるとこうやって機械でやる時よりもやっぱ制約があんまないんですよね、その職人技で結構どうにかなっちゃう、なんで結構ロープで編んでみたり普通に毛糸で編んでみたりとか、なんか結構いろんなので編めました。ただ今は機械でやるとちょっとこういうなんかこういう、こういうなんかこう伸縮性があるものじゃないとちょっと機械だと編めないので、今逆にその制約があってこういうゴム紐を使ってます。手でやると結構その職人技でどうにでもなるんで、そのちょっとやっぱ機械なんですかね、手でやるときはもうすでにガーって編んじゃった編み目の、そのすでに編んだ編み目、普通の編み機だったら普通にこう編み終わって下にただ落としていくだけのやつをもう一回拾い上げて、そのもうすでに編んだ編み目にまた糸を通すみたいなことをそれと編みの場合しなきゃいけないんで、人間でやるときは目で見て、あこの編み目だなって言って、その編み目、あこの編み目だなって探してやるんですけど、機械でそれやろうとするとめちゃくちゃちゃんとした画像認識と、もう人間の手みたいに動くロボットアームがあればそれでいいんですけど、できないんで、できないし、しかも時間めちゃくちゃかかって、もしそれ体制されたとしてもなんか意味あんのかみたいな感じになっちゃうんで、やっぱそれをどうやってそのからくりに置き換えるかっていうのが難しくもあり楽しくもあるっていう感じです。本当にいろんな多くの人に見てもらって、これに使えませんかって言ってくれる人が現れてくれたら、別にどこの国でもいいんで、本当にこの編み機をこういうものに使えませんかねって言って、もう自分もうわ納得みたいな、あ自分このためにこれ作ってたんだなって思えるものを、こうなんかそういう人とバシッと出会えたら一番僕的には幸せです、ね、いいですよね、はい、幸せのためにやってんだ。じゃあまあ、その幸せのため、そうですね、まあ、なんかその死ぬ時の納得感た、またそこです、はい、うどんとかもやりたことあります、ね、うどんってこうなの、こうどんでこれを編めばなんかできんじゃないか、なんかできないかなみたいな、こうパーティー用のなんかこう見た目なんかもなんかの形になってて、でそれ溶かしてうどん、まあうどんとして食べるとか、最初そうやって出てきて、なんか誰かがパチパチって切って、はい、みんなで食べましょうみたいな、それいけんじゃないですか。なんかあとは、まあ、まあ普通にそのまま食べたらとか、ちょっと違ううどんじゃない、麺じゃないけどなんかうどんだけどなんか食感が面白いとか、まあ、そういう話が出たことあります。それいいじゃないですか。